今日の心の百人、竹森かなめさんといいまして、竹森工業の今は会長さんです。ついこの間まで、社長さんなさってて、まあそれはそれは、熊本の天草出身で東京へできて頑張られて会社を起こされて、もう僕のこと本当に応援していただいています。僕は自分自身の心の中でお兄さんと思ってるんですけど、まあ僕はカムバックする時にもいろいろあったんですけど、助けていただいてね、本当に今日まで何かあるたんびに、例えばショーやるとかなんかやる時はもう本当に力貸していただきました。いろんなことを、そういうことはダメだよとかいろんなことを相談しながら、ここまで私を導いていただきました。本当に感謝しています。今ちょっと体壊されたりなんかしてちょっと会えてないんですけど、コロナのこともあって、竹森かなめ社長、今会長ですね、本当にお世話になりました。熊本の方は、熊本の県人会の方はもうほとんどの方はもうこのお名前を聞くと知ってらっしゃると思うんですけどね。で、千葉県の鎌方市に会って何回か行きました。本当に何だか知らんけどですね、金井社長には甘えることができるっていうか、素直にね自分を出すことができるので、本当にこう兄弟みたいにっていうか、本当によくしていただいてます。まあいつもこうして熊本を思い出す時はもう金井社長のこと同じでは、熊本とつながりませんね。熊本の県人会にしろ何にしても本当にふるさと会にしても呼んでいただいて、一から育て上げていただきました。そしてこの僕は本当に改めてカムバックするときにまたお力いただくなど本当に感謝しています。これを、金目会長が見られたらちょっと恥ずかしいんですけど、心から感謝いたしております。さて、2人目ですけど、佐藤幸子さんと言われまして、これがもう大変な方でございます。今の日本の旅館の組合といいますか、その会長さん立ち上げた方でございまして、山形県にある雇用の大神さんです。実は先ほど申しましたこの隣の竹森社長さんから紹介を得て、なんと私のお弟子さんになるってバカなことないじゃないですか普通。そしてもう来ていただいたんで、一生懸命、いろんなレッスンをして、もう本当に僕は歌を教えて偉そうで教えられましたけども、逆に人生のことを本当に教わりました。そしてこう僕はレッスンするにしてもですね、もう本当に気の毒なんで、すぐ話にならねえので、ちょっとビニールを敷いて、そこでそのままビニールの上に乗って、そしてこうレッスンをして、少しずつ上達して、なんで僕なんですかって言うと、先生でなきゃダメって言って、まあ、冗談ですけどそういうこと言っていただいて、はるばる来ていただいた思い出があります。そしてもう本当にいつもね、その何ですか、さくらんぼがなるときはもうさくらんぼを送っていただいたり、いろいろ気遣っていただいて本当に感謝しています。一番何かの時には必ず僕は相談します。そうじゃダメでしょ、こうやってこうやってって言って教えていただける。一番今心に思い出すのは、僕が、ミュージックスターっていうねカラオケの雑誌があるんで、月刊誌があるんですけど、そこの中で僕が、一応 A1 カラオケ歌唱法をやっておりました。そしたら突然として2ページあったのが1ページにされて、僕悩みました。やめようかなと思って、そしておかみさんに相談したら、いいじゃないの2ページが1ページなんて、そうしたら内容を濃くすれば同じことでしょって言われて、それを自分がどう料理するか、その表現の仕方煮詰めたら余計自分のことが出せるじゃないですかということで言っていただいたこと、本当に記憶にあります。この今写真にあります竹森かなめ社長、今会長ですけど、そして佐藤幸子さん、全国の今は旅館組合っていうのかな、もう本当プラチナ
の会長をなさっているようですけど、本当にお世話になりました、コロナが明けたらぜひ山形まで会いに来たいと思います。よろしくお願いいたします。